これで6つの遺跡のエネルギーを補充、全て起動したわね。あとは歌姫の力を借りてユルバーアンガを封印するだけだな。最高のライブにしましょう。こうなってくるとどうやってそこまで行くかが問題だな。ハーバーマールが、東堂が何を考えているのか。歌姫とそのナイトがこんなに言うんだもの。これなら大丈夫、きっとうまくいくわ。はい、私も全力で歌います。よかったな、みんな。リオン、ありがとう。私、ユルワアーガを封印したらリオンといろんなことしてみたいです。ああ、全部終わったらな。約束するぜ。はい、楽しみにしてます。発進スタンバイ。さてと、バンジャグに一丁行くぜ。最後の大一番の前に、今回はどんな無茶をやらせるんだ。いつ私がそんなことさせたのよ。そんな記憶私は覚えにないわよ。へいへい、そりゃお前の中じゃそうなってるだろうけどな。どうやら緊張はしてないみたいね。
まあな。確かにユルバーンガは世界を想像できるすげえもんかもしれないが、俺たちがやることはシンプルなことだしな。ハーバマールをぶっ潰してユルバーンガを封印する、それだけだろ。そうね。だからこそ最善を尽くすために YF30 の最終調整を行いたいの。あの機体があれば俺も心強い。じゃあすぐにでも開始しようぜ。ええ、よろしく頼むわ。認証コード RM2DL を打ち込んでみて。了解。これで YF30 はいつでも飛べるわ。了解だ。明日はよろしく頼んだぜ、アイシャ。こちらこそよろしく頼むわよ、リオン。私たちの未来をかけた戦いだもの。ねえ、リオン。ん？まだ何か話があるのか？なんでもないわ、忘れて。お疲れ様。あ。ん？見覚えのないコードね。こんな時間に誰かしら。はい、こちら SMS ウロボロス C 社。リオン。ん？お疲れ様です。ああ。ねえ、リオン。リオンはウロボロスオーロラが晴れたらセフィーラに帰っちゃうんですか？そうだな。ここでの生活も結構気に入ってるし、オーロラが晴れたらゆっくり考えるさ。そうなんですね。私もリオンと同じでここが好きです。アイシャがいて、みんながいて、そしてリオンがいるから。アイシャ、一体どうしたんですか？リオン、ミーナ、お願い、逃げて。リオン、リオン。ミナ、アイシャ、どうして？ターゲットを回収、認証クリア。これより帰還します。その目の色、まさかインプラントか？リオン、私助けて。ここはリオンさん、大丈夫？まだ横になってなきゃダメだってば。ミナ、それにアイシャは。あ、強力な麻酔を打たれたみたいなんだから、無茶なことはやめときなさい。そう、俺がもっと早くに気づいていれば。リオン、悪いがまだみんな状況が整理できていない。一体何があったんだ？クォーターで艦長たちが集まってる。そこで説明してもらってもいいか？ああ、了解だ。アイシャ支社長の件は残念だった。まさか彼女がハーバーマールに取り込まれていたとはな。迂闊だったわ。私とは系統の違うインプラントネットから支配されていたなんて。多分新統合軍内部で開発されていたゼントラーディを服従させるインプラント技術ね。最終的に彼らの技術では自我そのものまではコントロールできず、プロジェクトは廃棄されたはずなんだけど。東堂が研究を続けていたということだな。アイシャ、完全にハーバマールの手には落ちていない。
あいつは俺に助けてほしいと言った。あいつの意識が残っているのならきっと助け出せる。いや、絶対に助け出してみせる。当然だよリオン君。このまま東堂によってユルバーガを起動させるわけにはいかない。ハーバマール基地周辺のデータスキャン完了しました。基地周辺には大規模の部隊が展開している模様です。さて、我々 SMS はアイシャ特務少佐救出の名目でハーバマール基地に強襲をかけるつもりだが、リオン少尉、君はどうするの？ミーナもさらわれちまってんだ。このまま何もせずに待ってるなんてこと俺にはできねえ。もちろん出撃する。そして二人を必ず助け出す。そうでなければな。行くぞ野郎ども、ハーバマールに目に物見せてやるぞ。待っててくれよミーナ、アイシャ。ってことね。この私をいいように使ってくれたこと、しっかりとお礼をしないといけないわね。こうやってあの伝説のミリアと共に戦えるなんて本当に夢のようだ。ウラ、興奮するのはわかるが油断してるとやられちまうぞ。ミシェルのくせに生意気なことは。一度どちらが上か教育し直す必要があるようだ。若いっていいわね。熱源反応多数確認。ハーバマールよ。現在ハーバマールの部隊は基地周辺に多数展開しているようです。遺跡後方にあるゲート近辺の防衛が手薄になってます。あの基地にアイシャとミーナが。さて、お姫様の救出と参りますかね。行くぞ。カッキフォーメーション、プラネットダンス。ハーバマールの本拠地だ。激戦になる。気をつけろリオン。危険だろうがなんだろうが、あそこにアイシャとミーナがいるんだ。逃げてちゃあいつらに合わせる顔がねえ。今度は絶対に守る。それが俺の意地だ。だから邪魔をするな。戦闘開始よ。一丁派手にかます。楽しませてくれるじゃねえか。かすっただけだ。ったく、自分に呆れちまうぜ。やってくれるじゃねえか。リオン、無茶し、あたし、負けません。この程度なら
なんだこれは。かすっただけだ、邪魔をするな。こいつはちょっとばかしマジいな。リオン、無茶しすぎよ。損傷度の上昇が止まらない。もう無茶しすぎだよ。消え失せろ。こんなサービスめったにしないんだからね。損傷警備、作戦を続行する。さあ来いよ。俺から逃げられると思うなよ。貴様からだ。こいつは痛いぜ。アタック。レーダーに反応あり。敵の機影です。少し遊びが過ぎちまったか。やってやるか。戦闘マシンの最後か。両機撃墜。リジャン、戦闘は無理ね。脱出して早く。助かった。こんなサービスめったにしないんだからね。俺から逃げられると思うなよ。貴様からだ。まだやれる。ここらでやめとけって。こんなところで。上空制圧は俺たちで十分だ。リオン、アルト、お前たちが先行して基地に突入を開始しろ。了解。これより突入を開始する。待ってろよ、二人とも。システムが起動した今、貴様はもう用済みだ。フルドカルチャーでさえ使用せず封印したフォールドエビルをあなたが制御できるとは思えないわ。インプラントの遠隔操作はまだ完璧とはいかないようだ。不完全とはいえ、私が存在する限りインプラントの呪縛からは逃れられん。分かってないわね。世界を作り変えるなんてことすれば、あなたの存在や意識なんて作り終える前に蒸発するわ。馬鹿げたことを言うな、ゼントラーディの娘。お前のまとめた遺跡のデータ、我が研究チームがまとめたものよりも正確とはいささか驚いたぞ。ゼントラーディにしては上出来だ。インプラントから解放してやる。ご親切にどうも。
この力を掌握することができた。まだまだ不完全ではある。こんなこともできる。マクロスが存在しなかった地球を、我ら人類の正しき歴史を取り戻すのだ。今から始まる最高のショーを特等席で眺めているという。ここがフォールドエビルが眠る遺跡、ユルバ・アーガか。二人はここにいるはずだ。早めに見つけねえと。何が起こってやがる。奥に進むしかない。行くぞ。戦闘開始よ。損傷度の上昇が止まらない。もう無茶しすぎだよ。損傷度が危険域まで入ったな。忘れ物だぜ。まだだ、まだまだまだ。行こう。まだ戦いはこれからだ。アイシャとミーナも待って。忘れ物だぜ。もう一発。
歌が聞こえる。すべてを包むあの歌が。では撃墜。じゃあ戦闘は無理ね。嘘でしょ。こんなところで俺はこいつで決めさせてもらう。忘れ物だぜ。くそ。ところに榊少尉、無事に帰ってきてください。リオン、無事なの？作戦失敗。一時帰還せよ。繰り返す。一時帰還せよ。くそ、ミッション失敗だ。帰還する。